今日のアイちゃんも可愛さ 100% だね。ふん、私が手にすべきもの、今日そのすべてを取り戻すわ。大口を叩くな。どうなっても知らないぞ。まずはハイペリオンで一番の人気アイドル、天明工業のアイ・ハイペリオンじゃ。みんなやっほー、みんな大好きアイちゃんだよ。今日もアイちゃんの応援はよろしくね。ねえ、アイちゃんの後ろにある水晶の中に何かいるよね。人みたい。見覚えがあります。どこかで会ったことがある気がします。もうおしゃべりはやめなさい。アイちゃんの応援をするわよ。次に登場するのは人類史上最も偉大な発明家、かっこ自称世界を導く天才エンジニア、ネゲンプロのテスラ博士じゃ。よく見なさい。これが科学の力。私を応援することは科学を応援するのと同じこと。さすがテスラ博士、やる気満々だな。確かに盛り上がってるけど、正直に言うとこの登場は賛同できないな。あ、ちなみに契約によると何なの？今回の会場の修繕費は全部ネゲンプロ持ちじゃ。なぜって、ここは天明のセンフレア学園でしょうが。最後に登場するのは世界の暗きところで活躍する伝説の傭兵、ヨルムン技術の渡りガラスじゃ。よろしく頼む、渡りガラスだ。わあ、すごい、みんな先生に釘付けだ。どうやら渡りガラスを参加させたのは正解なようだ。そうだ、セリフを忘れるな。より多くの人の可能性を見出し夢を実現させるために、ヨルムンガンドは新人を募集中。たくさんの応募を待ってる。仕事探しはヨルムンガンド。スタッフ、宣伝は禁止だ。宣伝費を払えよな。スタッフ、今のカットしとけ。あの人一体何しに来たの？